皆さんこんにちは、リカです。今日はですね、こちらのトムフォードのアイシャドウパレットレオパード3を使用したメイクのご紹介です。ぜひ最後までご覧ください。では今ベースメイクまで仕上げた状態なので、アイブロウからやっていきます。3のアドバンストアイデンティティブラウンシェーピングデュオ05番を使用していきます。今回はこちらのパウダーメインで仕上げていきます。使用するブラシは博報堂の B の015番のアイブロウブラシです。パウダーで大体かけたのでペンシル足していきます。使用するペンシルは同じ3のものです。こちらでアイブロウが完成です。ほんのり赤みのある眉毛にしてみました。アイシャドウです。トムフォードのアイカラークオード26番のレオパード3です。一色だけラメになっていて、他がほんのりパールが入ったパウダーになってます。まず左上のゴールドラメで、右上のイエロー、ここがメインカラーになってきますね。そして左下の赤、そして締め色はかなり柔らかいブラウンになっています。このイエローから順番に使用していきます。アディクションのアイシャドウブラシ B の04を使用していきます。このふわっと色づくブラシで黄色を取ります。しっかり発色するタイプなので、ブラシに含ませたら塗る前にしっかり手の甲やティッシュの上でブラシに粉を含ませてあげてください。そうするとムラにつきにくくなります。では目の際からのせていきます。このブラシかなり淡く色づくものなんですけど、それでもここまでしっかり発色します。粉はもう最初から足していなくて、目の際にのせて余った粉でアイホールのこの外側をなぞってあげると馴染みやすくなると思います。次にこちら博報堂の B の5507のブラシを使用して、この右下の赤を取ります。でまた目の際からのせていきます。この赤めちゃくちゃ可愛いですよね。この赤が本当にポイントだと思います。赤を重ねるとここがなんとなくちょっとブラウンっぽくなっていくんですよね。次にこの博報堂の B5520 の尖りのブラシを使用して、同じくこの赤を取って下まぶたに重ねていきます。下まぶたは目尻から黒目の中央に向かってのせていきます。で同じ尖りのまま一番濃い茶色を取って目の際に重ねていきます。このパレット意外とグラデーションはすごく作りやすいです。でブラウンついでに下まぶたに重ねておきます。で最後仕上げのラメを指に取ってまぶた全体に重ねていきます。中央をメインにして外側にちょっとずつ広げてあげると使いやすいと思います。でもグラデーションがそんなに綺麗にできてなくても、割とこのラメでごまかせちゃうところがあります。このゴールドラメもね、すんごい綺麗なんですよ。で今度博報堂の B の144のブラシに持ち替えて、同じラメを下まぶたの目頭側に入れていきます。これでアイシャドウ完成です。最初はすごい黄色くてどうなるかなと思ったと思うんですけど、意外と全部重ねていくと黄色感は薄れていきます。アイラインはこちら使用していきます。キャンメイクのクリーミータッチライナー05番の色です。こんな感じのオレンジにちょっとブラウンが入ったような色味です。これでまつげの隙間を埋めていきます。これでアイライン完成です。マスカラはこちら使用していきます。キャンメイクのクイックラッシュカラーセパレートの3番のブラウンです。これでアイメイク完成です。ちょっとおまけなんですけど、ここの赤を細いブラシ、今回は博報堂の B の144を使用するんですけど、これにちょっと取って、この完成した眉毛にほんのちょっと足してあげると赤っぽさが出てもっと可愛かったです。で眉毛と目元に統一感が出るので、もしこういう細いブラシがあったらぜひ使ってみてください。ちょっとした違いなんですけど、すごいね、目元と合って可愛かったのでぜひやってみてください。次チークはこちら使用していきます。オルビスのライトブラッシュ2番のシナモンの色です。こんな感じのちょっとオレンジとベージュの中間ぐらいの色味です。あんまり濃くつかずにふわっと色づくので、今回のこうちょっとしっかりめの目元にはぴったりかなと思ってこれ使用していきます。ふわっと色をつけていきたいので、ブラシはアルティザン&アーティストの熊の筆の大きめのチークブラシをしていきます。これぐらいの月の薄さいいですね。
チーク完成です。続いてリップですね。リップ1本目は MAC のリップスティックのブリックオーラの色味です。このようなツヤのしっかりある赤にちょっとオレンジが含まれたような色味ですね。ブリックオーラの仕上がりこのような感じです。続いてのリップはこちらです。 NARS のリップスティック色が2912です。今回のこちらは限定パッケージとなっております。先ほどの赤よりも少しブラウンっぽさが強く足された感じですね。2912の仕上がりこのような感じです。最後はこちらです。イブサンローランのルージュピュールクチュール139番の色味です。ほんのりブラウンが混じったオレンジです。139番このような色味です。3本比較するとこのような感じです。1本目の MAC のブリックオーラ、やっぱりこう見ると可愛らしい赤ですよね。で真ん中が NARS の2912です。最後がイブサンローランの139番です。これでメイク完成です、まあ、今回のレオパードさんは使いやすいパレットっていうよりはもうこの山吹色を楽しむパレットかなと思っております。定番のブラウンパレットに飽きちゃってちょっと挑戦したいなっていう方におすすめのパレットです。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また更新します。